これ絶対 C だね。はい、抽選でございます。300人着くらいいるのかな。よろしくお願いします。いいよ、見えるかな。はい、はい、はい、おはようございます。私、セブンズ TV メンバー、人間体感機マロスです。本日は埼玉県新ガーデン北山天神でマロスのレウチ。抽選は無事死んだんで263番、どっから攻めてやろうっていうね、何で破壊してやろうっていうね。おはようございます、よろしくお願いします。すぐこのバラエティコーナー行っちゃうね、僕はね。意外と選べる、こっちは。サザンアイズ、サザンアイズでいきます。オレンジとは、オレイユのうちっぷりをアピールすることである。故に何でもあり、その手で勝利をつかみ取るのだ。はい、おはようございます。私、セブンズ TV メンバー、人間体感機ワロスです。本日のオレうちはサザンアイズスタート。今日ね、結構ガチ系の取材が入ってまして、めちゃくちゃパチスローうまそうな方が多い。そんな中、僕が取ったのはガチでプロが打ってしまうような台。ビタ押しバチバチ決めていいですか。プロなんで、もう1000円いっぱい持ってます。1000円10枚使って打っていきます。おはようございます。ここどこ DDT？ バー系ではない、青7でもない、赤7か。え、どれだ。あ、バーで合ってるな。白バーで合ってました。あれ、おスイカ、おスイカはバー、青7、はい、取りました。12枚。もうめちゃくちゃ大事。これこぼしたら240円損するんで、まさにプロ向け。おーおーおー、50枚入ってるのにコインを入れていくと。古い機種なんで、最近始めた方なんかはね、わからないって方がいると思うんで簡単に説明します。この台は設定が5段階ございまして、 1,2,4,5,6 なんですよ。でこの設定 C っていうのが特殊で、基本的には A タイプなんですけど、設定 C だけビタ押しチャレンジボーナスの確率が極端に当たりやすい。その代わりビッグボーナスが全然当たりませんよっていう、そういう台でして、でディスクアップとかと違ってビタ押しする頻度が非常に高いんで、打ち手のビタ力が必要になってくると。もうビタ押しできないとチャレンジボーナス全然枚数取れないんで、打ちたくないパチスロライター、パチタレたくさんいると思います。僕はパチプロを自負しているんで、こういう台にも果敢に攻め込んでいきます。あ、これ当たってるか。おーし、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 チャレンジボーナス。まだわからない。160ゲーム、まだわからないよ。ビッグを引かなきゃいいんだから。ここでビタ押しがすごい重要になってくると、ちょっとやり方わからないんで、調べながらやっていきたいと思います。はい、左に白7を、白棚なんてないね。白バーを狙いますと、はい、このカットインでまずやることは白バーを狙うと。え、赤7だったか。はい、来た。赤7を上段に、でバーを止めてダブルテンパイさせます。そして上段にこの青7、これこれこれをビタ押しね。でビタ押しできるとこうダブルのスイカが滑り込んでくるんで、これでビタ押し成功。でここのスイカリプレイ、スイカをここにビタ押してもいいと。また来ました。で成功、 OK。 で成功、 OKOK。成功、
回成功。このぐらいできないと始まりませんよと、まあ、ちゃんと全部成功すれば110何枚取れるんで、皆さんもぜひねサザン合図を打ってくださいと。ああいった感じでビタ押しの頻度が半端じゃない上にかなり枚数に影響してくるんで、目押しに自信がないとなかなか打てない機種。ちゃんと目押しができれば機械割り 110% くらいあったかな。はい、これ脳汁ね。あれこれ確かビッグ確定デメだった気がすんな。そうなると一気に設定 C の可能性が薄くなってくる。そうだよね。いやそうなんだよね、ビッグ確率が設定 C だと682分の1なんだ。これ24回転で当たっちゃってるもんね。うん、まあいっか。次は早めにチャレンジボーナス滑り込んできてほしいな。あれこれ絶対にリーチ目当たりました。こういう演出ない時にこういうリーチ目デメを楽しんでくださいと。ああ3枚逆しちゃった、失敗した、もったいね。これ設定 C じゃね、もう覚えたんで。はい、少ないね。これあるな設定 C の可能性で。今日来てる辻康さん、なんと埼玉西武ライオンズの辻監督の息子さんと。ありえないで、僕西武ライオンズ今は順位くらいしか見ないんですけど、ジャンバリのパン君と日本シリーズとかクライマックスシーズンがあれば試合を見に行くくらい好きなんですよ。2、3年前かな、西武がクライマックス行った時に僕の父親と僕とパン君ともう一人友達を連れて応援しに行きましたから、西武ドームまで。そのミスター西武ライオンズ辻監督の息子さんがこの現場にいるってとんでもないことだから、マジで。ライターさんに会いに行くとかじゃなくて辻監督の息子さんに会いに来るべきだよね皆さん。ちなみにサザンアイズチャレンジボーナスが設定1だと489分の1で、設定6でも313分の1なんだ。だからまたパッてチャレンジボーナス引けたら勝ちなんだよね。これなんだろうね。 DDT します。はい、ビッグ確定。わからん、多分ただ引きが強いだけ、うん、うわ、なんかバーでもいいんだっけ。おーっと当たってるわ、ビッグだ。これもう絶対設定違うわ。これ美しいね、このベル、赤7ベル。28ゲームやばくない？ C じゃないんだろうけど設定 S の線が出てきました。合算66分の1、ビッグさんのレギュラー2。目押しミス、これスイカで当たってんじゃね、これ。はい、脳汁、絶対これ2脚。はい、やばくない？なんか2脚ボイスも流れてたっぽいね。23ゲームあーもらって、気持ちいい射のせいだね。気持ちいいね、パチスロ楽しいね。チャレンジボーナス、じゃあビタ押し見せましょうか。これがパチプロ。
設定 S。 こういうスイカもあるんで、12枚なんで、昨今のクソしょうもないスイカとはわけが違うんで、こぼさないように。当たりました。218ゲーム。あべ、失敗した。あーもうマジこれだけはもったいない、本当に。見たわ、ミスらんわマジで。はい、といったわけでちょっと未練打ちしちゃいました、まあ、今のところガスさん悪くないんだけど、このバラエティーコーナー設定入ってるかって言われたら別にそんなことはないんで、大移動したいと思います。投資3000円で結構な枚数流せると思います。ありがとう。はい、続きましての台が北斗の拳新伝説創造。30分くらい台探したけどなかなかいい台なくて、一応3セルランブ入るまで打っていきたいと思います。大移動できないんで流してきました。970枚くらいかな、75回転からいきます。あー3拍入ったわ。ここでいければ必ず激闘ランブ入ります。このゲーム数がまあ短いんだ。頼む、中1で OK。 よく夜で引いたわ。これ当たってくれれば絶対に激闘ランブ入ります。超大事。え、まさか発展しない未来作っちゃう、新伝説創造しちゃう。あ、いやいや神でしょこの演出。国王号ってもともとラオウの馬だから。 OK、 激闘ランブ確定。神々しいわ。これどんな演出になるんだろう。初めて夜ステージで当たったわ。レインボーとか、かー、やっぱそうなんのか。はい、ケンシロウが通ります。ウインド激闘ランブバー見たいよね。 3.1% かな。うーわ、湯気、湯気か。緑でもレベル1だったんで関係ない。気の持ちようだから、ストックさえいっぱいできれば継続率関係ないんで。信じられない枚数、146枚。はいはい、そしたらね、パチンコガンツ極み、さっきのは少し流しました。今差枚数的にはだいたい500枚くらい勝ってんのかな。うわ、赤だよこれ、熱いだろ、ようやくだ。はい、ガンガンいってますよ。保留が青で6点牌で福田地入りました。ガンガンゾーン、くっエロい、おい7点牌しろ、もう。あー、やばい、耐えろよ。 OK、 これもらったわ。信頼と関係何も調べてません。センチガンのこれが熱いか熱くないかも分かんねえ。あれ熱くない。おーっと、赤保留。ガンツの赤保留はそこまで熱くなかったな。チェッカー柄がいいよな。後半行くんだけど、うわ赤保留なんかあるんだよ、金カットインみたいな。2人でこうやって構えてるやつが、あれも入ってないからな。当たったらラッキーくらいな。おうおうおう、ドデカ放流来た、もらったわ。はい、もらいました、ドデカ放流赤。うわ赤放流絶対もらった、期待してくだち。はい、 OK、 投資19,500円、
147回転。はい、でこれが 46% らしい。ゲンさん負けまくってっから頼む。うん、あるんじゃない、お願いします、頼む。うわマジきつい、耐えらんない。これはまだチャンスくれると甘いわ。俺にチャンスやったら終わりよ。あ、もうふざけんなよマジで。え、終わり？ハンドルを左に戻して。うわ、やばい台だこれ。これ紫保留、ビジ3連。え、赤保留になった。18金だしかも。え、マジで？え、いいの？やばいやばいやばい、当たっちまうこれ。エチエチのリーチ行って欲しかったけど、ここはいつも通りだ。鬼星人、鬼、芝生の鬼みてえな。はい、後半8点。おー、来い。なんて書いてあるのこれ、右打ち。すげえバイブした。さあ行きますよ、押します。え、マジか、今の煽りで外れんだ。逆転もあると思っている。うわチャンス、チャンス、ジャンプ、ジャンプ、俺に任せろ。お、Z ガンだ。こいつは俺がやる。これ超ガンツいったら熱くない？お、いった。これやばくない？え、エンジョイモードだから。え、誰行く？はい、何個行くんだこれ。これエンジョイモードだからとか言わせないから。67当たんだろこれ。もうエアバイもありえんじゃないのこれ。エアバイ来いよブラキオさん。 60% だよ。なんならさっき 54% 引いてっから。紫でやばいんだよ。紫保留しこるな、これしこに残っちゃうな。うん、行ってくだち。煽りすごいわ。エンジョイモード打てないわ。番長3がね、前代フル稼働ずっとしてまして、この中の方が3箱3箱の設定がありそうで、1個挟んで2箱と1箱。前代とかではないと思うんだけど、ベースがかなり高いと思います。稼働数も前代フル稼働で2箱飛ばして、別積み2箱と上に2箱で、窓数ドンミラがかなり出たりとかしているんで、中間混じりで設定が全体的に入っているんじゃないかなっていう予想で、反逆は全体っぽいらしくて、2箱飛ばして後ろに2箱と上に1箱、分かってる方がずっと打ってる感じ。マイジャグはこの辺りが超当たりだね。合算126分の1、122分の1、101分の1、114分の1、4連並び、すごすぎ。マイジャグラー4と見せかけて、このゴーゴージャグラー別積み2箱と上に1箱、素晴らしい。はい、お疲れ様でした。もう早速収支いっちゃうよ。投資が2万円回収1103枚。はい、ほぼプラマイゼロと。僕くらいのパチスロ YouTuber になると、もうプラマイゼロで終わらせて、もう誰も損をしないっていうね、完璧な立ち回りをしてしまいます。嘘、正直ガンツ極みでバカ出ししたかった。隣の方2万発オーバーでかなり激しかったんで、ジェラシーしちゃったね。でもその後エンジョイモードのせいか、すんげえ煽りきて2回連続外れたんで、ちょっと心折れちゃいました。もう言います、必ず僕はガンツ極みでバカ出しします、動画内で。楽しみにしてください。そんな僕のスケジュールこちら。遊びに来てくれた方にはガンツステッカーをお配りしております。ぜひもらいに来てください。
といったわけで今回もですパチスロ YouTube6 年やってるくせにあまりにも知識がないぞ、ふざけんじゃねえ。でもねワラス、お前の見倒しやっぱり綺麗だったよ、美しかったよって思った方はチャンネル登録とグッド、そして Twitter フォローお願いいたします。といったわけでね、まあ、ちょいがちぐらいでいい感じに終われたんで、帰ったらね家で行ってくださっていきます。今回はお疲れ様でした。